おい、皆さんこんにちは、小坂でございます。月こもり実況プレイ続きをやっていこうと思います。さあ、私の天敵中の天敵、前田義雄くんが3話目でございます。義雄くんの話で生還できたことは今まであったでしょうか。さあ、今回は逃げ切れるのか、行ってみましょう。よし、じゃあ俺の番だな。何の話をしようかな。俺の通ってる学校って結構古いんだって。創立何十年とか言うから、父ちゃんたちも通ったんじゃないか。そういうのってなんか変な感じだよな。子供の頃の父ちゃんなんて想像つかないや。それがランドセル背負って学校に通ってたなんて変なの。そうそう、通って言えばさ、通学路に一本の電柱があるんだ。昔からあったのかな。電柱の話？それでさ、その根元に時々変な親父が座ってたんだよな。ヨレヨレの T シャツに腹巻き巻いて健康サンダルでさ、小座とか広げてにまにま笑いながら変なもの売ってんの。すっごい怪しいんだけど、そこが面白くてさ、学校帰りによく寄ったんだ。うわー、風間の話かー。ある日また例の親父がいたんだ。黒っぽい布敷いて、その上にアクセサリーを並べてたっけ。俺が見てると手招きしてさ、幸運を呼ぶアクセサリー、風間スペシャルはいらないかい、なんて言うんだ。でも俺は男じゃん。男がアクセサリーなんておかしいと思うだろ。さあ、おかしくはない、やっぱり変だ。おかしくはないよね。まあつけてるもんね、みんなね。まあ陽子ねんならそう言うと思ってたよ。正直に言えば俺も欲しかったんだよな。つけるだけで幸運になれるっていうなら、イヤリングでも指輪でもつけてやるよって感じ。誰だってそうだろ。だから値段を聞いてみたんだ。500円と言いたいところだが、300円に負けてあげよう。意外と安いこの時代の100円がどれぐらいの価値を持つかはまたね、ちょっと違うかもしれないですけど。親父は余裕ありげな笑顔で言ったぜ。幸運のアクセサリーが300円？ますます怪しいと思うだろ。思うか思わないか、これはまあ思いますね。でもその怪しさが面白いんだよな。ひょっとして、ひょっとしたら本物かもしれないもんな。俺は300円を親父に渡して小さなペンダントをもらったよ。ところがその帰り道だ、歩いてたら道路の向こうからトラックが走ってきたんだ。通学路になるくらいだから車が通ることなんて珍しいくらいの道なんだけどさ、結構スピード出してたぜ。それがまっすぐ俺に突っ込んでくるんだ。俺は慌てて脇の田んぼに飛び込んだよ。その後ろをトラックが走り抜けた。命は助かったけど体中ドロドロだ。何が幸運のペンダントだ。ムカついてポケットから出してみると粉々に壊れてるじゃないか。きっと田んぼに飛び込んだ時にショックで壊れたんだ。さすが300円クオリティ。次の日怒って親父のところに行ったらもういなくなってた。いつもそうなんだ。たった一日、しかも日が暮れるまでしかいなくてさ。だから俺たち謎親父って呼んでたんだ。怒る相手がいなくなってなんだか拍子抜けしたな。でも落ち着いて考えると、ペンダントが身代わりになってくれたような気もしてさ、ひょっとして本当に幸運のペンダントになったのかもって思い始めたんだ。それからしばらくしてまた親父が現れた。今度は透明な水槽を並べてたよ。なんだろう。俺を見るとニカッと笑ってこう言うんだ。幸運を呼ぶカブトムシはいらないかい。カブトムシはなんか高そうだな。なんだそりゃ。アクセサリーならわかるけど、昆虫が幸運を運んでくれるってどういう意味なんだ。カブトムシがどうやって幸運を運んでくれるわけ。それは企業秘密だな。自分で買って調べてくれないと。親父はそんなことを言ってニヤニヤしてるんだ。なんだかムカつくよな。別にムカつかない、嫌なやつだと思う。いや、嫌なやつだと思いますよね。そんな買わないと効果わかんねえぞみたいなね。なんかね、いろいろ体験談つけるともっと売れるかもしれないここで欲しいなんて言ったら親父を調子に乗らせるだけだよ。やっぱりやめとこう。カブトムシが欲しければ自分で山に行って捕まえればいいんだ。だけど親父も親父だよな。都会に住んでる虫もつかめないようなやつらになら売れるかもしれないよ。でも俺たちにカブトムシを売ろうなんて何を考えてるんだっつうの。本当に変なやつだぜ。俺は断った。そうかい、残念だな。その時はそれで終わったんだ。またしばらくしていつもの場所に親父が現れた。知らん顔して通り過ぎるようとする俺をわざわざ呼び止めるんだぜ。幸運を呼ぶ人形はいらないかい。人形か、それなら聞いたことがあったな。俺は何気なく人形を覗き込んだんだ。
やばい、クオリティが低い。なんかいろいろ顔とかずれてる。なんか首のあたり怖い。そこには親父そっくりの顔の人形が並んでた。大きさは20センチくらい。それがまたよく似てんだよ。笑っちゃうぐらいにさ、確かに似ている。どうだい、効き目がありそうだろう。親父は嬉しそうに言うんだ。でも親父そっくりの人形だぜ、効き目あると思う？ありそう、ないと思う。いやなんかね、厄介事を呼ぶ気がする。どうしようかな、悩みますね。まあまあ正直に言ったらない。でも風間だからありそうっていうのをね、なんかね4割3割ぐらいはあるんですよね。何かの効き目がありそうですよね。まあ一応ありそうにしとこうかな。マジ？陽子ね、大丈夫？俺はいくらなんでもこりゃ嘘だって思ったぜ。だけど俺の答えを待ってる親父を見たら正直には言えなかった。俺って優しいよな。そうだな、聞きそうだと思うよ。ついそう言っちゃったんだ。だけど口に出したら本当にそんな気がしてきたぜ。なんとなく買ってもいいかなって思ったんだ。だから値段を聞いてみた。親父はニヤッと笑って答えたんだ。ちょうど1000円。これ以上は負けられないね。1000円って言ったら大金だぜ。その時だってギリギリしか持ってなかったしさ。でもどうしても欲しくなってた。なんとなく絶対に効くって気がしてさ。だから買っちゃったんだよな。何かいいことがあったかって？うるさいな、まだだよ。でもだからって騙されたとは限らないじゃん。今日効き目が現れる可能性だってあるんだ。あ、なんか嫌な予感するな。今日はやめてくれませんかね、よしおくん。だって開かずの間に入っちゃったんだから何か起きるかもしれないだろ。悪霊とかに襲われるかもな。その時助かるのはきっと俺だけだぞ。幸運の人形がないやつは悪霊に殺されちゃうんだからな。今のうちに笑っておけばいいよ。もう話は終わるからな。次のやつさっさと喋れよ。あ、ちゃんと抜けたか。あ、よかった。抜けないかと思った。ここでなんか風間が余分なものをねいろいろ呼んできてね、なんかうわーってなって本当にほら見ろみたいな感じになるかなと思ったんですけど、これはあれかな、隠しエンディングの風間のルートにそのままつながる感じのお話になってるからこんな終わりなのかな。いや全部買ったりとかしたらなんかもしかしたら虜になっちゃってたりとかしてるかもしれないですね。カブトムシ拒否ったから良かったのかもしれない、まあ、全部拒否るとまあそれはそれでなんかやばそうな感じしますけどね。果たしてどうだったんでしょうね。はい、では今日の朗読はここまで。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。今日も朗読お疲れ様と思ってくださる方はぜひぜひグッドボタンあるいはチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の月こもりあるいはこのゲームでお会いいたしましょう。また次もこそかと遊ぼう。今回の動画いかがだったでしょうか。もしちょっとでも楽しめたよっていう方は高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。また次もこそかと遊ぼう。またね。